Spinner。アジナ副音声ボイスオブフード。平野咲子のポッドキャストアジナ副音声ボイスオブフード第100回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうための投稿をお届けする番組です。はい、なんとアジナ副音声ポッドキャストの配信スタートから100回目、でもありがてーいやー、本当に本当にありがとうございます。あの J-WAVE のラジオボイスオブフードアジナ副音声の方は途中から始まったので、この回数はポッドキャストのスタートから数えてになるんですが、まあ何にしても100ってのはめでたいですよね。ってことで今回はね、あのお祝い会です。お祝いといえばさ、ケーキだろうってことで、あの食べたいケーキを食べる会です。はい、平和でごめん。まあね、ただ一人で食べても寂しいってことで、今回はあのケーキ食いのプロことパティシエの鶴見隆さんをお迎えしております。鶴見くん、よろしくお願いします。おめでとうございます。ありがとうあの別にケーキ食いのプロではなく作る方のプロなんですけど、まあ、食べる方が好きって、ね、ありがとう本当に。あの鶴見くん、2021年の8月にね配信した死んだら棺桶に入れてほしいくらい好きなケーキの回にも来ていただきました。ありがとう、その時も、ね、楽しかった。楽しかったね、あっという間に100回ですよね。そうだよ、時は流れ、感慨深い感じですか涙が頬を伝う頬を伝うよね本当だよね。まあ、というわけで今回は前編後編にわたって、今我々が食べたいケーキをそれぞれ紹介して頬張っていくという幸福企画になってます。みんなもケーキ食べながら聞いてくれたら嬉しいな。ってことでまずは私から一つ目のケーキお呼びしたいと思います。パティスリー雪の下鎌倉のテリーヌオローズフランボワーズさんです。どうぞ。ういあー、はじめまして。はじめまして。おー、すごい、テリーヌ、あ、こんなに小さいんだ。なんていうすごい、牛皮くらい小さい。牛皮くらいですねあの今回ね、私食べたいケーキ全部ね食べたことないやつ持ってきた。おお、チャレンジ会、チャレンジ会、でも絶対美味しい、間違いないっていう、一緒にこうケーキ屋を巡ってるような感じだね。そうなんだよ、やっていく、やっていきましょう、テリーノローズフランボワーズさんはですね、奥出雲バラ園のオーガニック食用バラ、サキかな、これサヒメ、先だよねきっと。先だね、平野も先子だし、ね、そう、平野も先だし、鶴見も、あ、私は違うんだけど、鶴見も先ではないあ、すごいよこのお花、なんか酔うほどにフルーティーな香りは、まるで大きな花束を連想させるようなゴージャスな印象だって。おー、そんな、食用バラ、おそらく先を使って、で、あとフランスブルターニュ産フロンボワーズを使用した華やかな味わいが特徴のテリーヌショコラ、各パーツにバラの華やかな香りを持たせた上面のパートドフリュイと、中に忍ばせたコンフィチュールフランボワーズの酸味がアクセントとなっております。1センチメートルほどに薄くスライスして少しずつお楽しみくださいとのことです。はーい、これチョコレートのなんかテリーヌってすごくこうシンプルにね、チョコレートだけっていうのが多いけど、すごくこうレイヤーがたくさんありますね。そうだよね、今日レイヤー多めのやつ多いんだ。いただきます。はい、春だしね、レイヤードレイヤードコーディネートで行きたいよね、透かしたりとか ね、重ねていきたいよね、重ねていってずらしていって、いただきます。いただきます。わあ、滑らか、さーっとね口どけがいいですね、すごいね、なんでこれこんなにさ
なんか口の中にいてくれないの？なんででしょうね、うん、もっとパーソルフリオ行ってこう、うん、もご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 ね、うん、あの口の中にいるものですけど、うん、すごくこうギリギリの感じで固めてるのかな、うん、とろっとしててね、ね、一体感すごいね、うん、すごい、チョコレートと同じスピードで溶けてきますね、溶けてくね、その同じスピードで溶けるのってさ、めっちゃ気持ちいいよね、めっちゃ気持ちいい、でもめっちゃ難しいことだと思う、そうなんだ、うん、すごいシェフ佐々木源さん、ね、ありがとうございます、すごいこの薄いスライスでもこうケーキを1個食べたみたいな満足感がありますね、本当だね、圧倒的な満足感あるね、これ美味しい、美味しいね、佐々木源さんはパティスリー雪の下のシェフパティシエでいらっしゃって、うん、伝統的な国際製菓コンクールシャルル・プルースト杯コンクール日本代表に出場し、うん、はい、味覚部門で1位、すごい、総合準優勝ということで、へ、あと国内コンクールで3度日本で1位に輝いているという、とにかく1位の方です、すごい、とにかく1位の方とにかく1位です、本当に最敬礼ですね、本当だね、ここはね、あのミスターチーズケーキの田村シェフが教えてくれて、はい、ある日いきなり田村シェフから DM が届いて、咲子、うん、さん、これは絶対に食べた方がいいですって教えてくれて買ってみるって言って、ついにこの今日を迎えたという、いいね、なんかこう食の情報がさ、すべて平野咲子にこう集まってくるっていう、ね、そう、もうね、本当にね、うん、もうなんていうの、そういうのなんていうでしょうね雑雑です、集合地、集合地、うん、集合地でね、そう、集合地でね、もう100回なんで許してください、ね、ありがとうございます、いやでもね、本当タムシェフはね、うん、いつも私にいろんなおすすめを教えてくれてね、本当に面白いんですけど、なんかこの間もね、うん、なんか水、はい、水の話にすごい盛り上がって、うん、まあ、もうタムシェフはいろんな水を日々飲用したりお料理に使ったりしてるらしいんですけど、なんか手軽な中で一番いいのは、はい、クリスタルガイザーの青キャップって言ってた、え、キャップの色の違いがあるの？なんかあるらしいよ、ちょっと探してみます探してみたいよね、クリスタルガイザーのね、あの心もとないペットボトルが好きですよ、あ、わかる、ベコベコのねすごいぐしゃぐしゃになる、電飾性みたいなね、色はすを超えるかな、超えるぐらい ね、薄いですよね、わかるわ、海外のやつってぐしゃぐしゃしてるよね、ぐしゃぐしゃしてるすごいそれはさておき、それはさておきですね、ちなみにさ、あの、はい、バラの香りのお菓子についてはさ、うんうん、あの鶴見くんはどういう風に思ってるの？あの前回ね、缶桶に入れてほしいお菓子の中でも、うんうん、ピエレルメの、イスパハンを、ね、はいはい、あの出したと思うんですけども、うんうん、バラってね、本当にこう難しいなと思って、うん、すごいいい匂いだし、あのみんながね知ってるポピュラーな香りだけど、うんうん、やっぱりこう香水みたいな、あのお母さんの化粧ダンスみたいな、ね、分かる、そうそうなっちゃうことが多くて、うん、まあ、すごい難しいけど、うん、ラベンダムだよね、ラベンダムすごいラベンダムすごいでもうまく合うとめっちゃ美味しいよね、めっちゃ美味しい、うん、でなんかその微妙なやっぱりこう湿度の高い日本でね、あの香りを感じやすいところで作るってなって、うん、なるほど、まあ、日本のパティシエの方々はすごい細心の注意を払って、うん、まあ、そういうの作っておられると思うから、すごいこのなんかテリーヌもかなり緊張感のあるというか、うん、かなり控えめに、ね、うん、思ったよりも、なんかなんかこうフランボワーズの香りをね、うん、エンハンスするためのこう微量のローズっていう感じ なるほど、うん、なんかこう面白い、ローズバーンっていうよりは、うん、なんかこうフランボワーズに近い香りだけど、うん、これがあることでものすごくパーンと跳ね上がるインパクトが、そういうことね、あとはなんかこう余韻のさ、こうフラワリーな綺麗な香りっていうのがあるのかな、面白い、勉強になる、なるほどね、あでもすごいわかるな、なんかさ、うん、あのそれこそさ、ノーマーって私のマイフェイバリット愛するレストランがさ、うん、バラを料理に結構使うんだけどさ、はい、例えば今回のノーマー京都だとさ、そのバラの炊き込みご飯みたいなの出てくるのね、すごいねすごいでしょ、うん、でそれがさ、緑米っていう古代米にバラの花びらとオイルとあと伊勢エビの足を合わせるっていうすごくねそういうやつなんだけど、うん、でもなんかこうむやみにロマンチックじゃなくて、うんうんうん、こうまあいい意味での刺激と浮遊感を持った花の香りみたいなのが、うん、なんか翻ってその緑米のこう素朴な美味しさみたいな、青々しさみたいなのを引き立てるみたい な、うん、なんか不思議なこう立体感の相互作用みたいなのが起きてて、面白い、そう面白いなと思って、なんかさ、こうバラの花弁が入ってるの、それって、うん、花びらが入ってて、でそのバラから抽出したオイルが入ってる、はあ、うん、ちょっとこうさ、酸味もあるもんね、花弁、そうなんだよね、まさに梅干しみたいな、かる、梅もバラか
かなみたいなさ、うんうんうん、なんかそういうね、まあ、つながりっていうか、うん、連想ゲームでやっていくと、ね、でもなんか梅干し香りのいい梅干しみたいな、じゃあさ今度炊きたてのご飯にさ梅干しとさ、うん、摘んだバラをさ、ま、やろうよやってみる、すごい、ね、またバーバラカントバーバラカントが出てきちゃうけど、はい、とんでも家庭料理みたいなちょっと今度やりましょうやりましょう、はい、はい、じゃあ続きまして鶴見くんの食べたい今食べたいお菓子紹介してください。はい、はい、フレデリック・カッセルの、ミルフィーユですね。いやーミルフィーユだー、うん、ブオーでかい、フランスなんか筆箱みたいに大きいね、筆箱ぐらい大きいですよねでかくない、でかい、あのねちょうどね書道のこうスズリぐらいの感じのサイズ、はい、インパクトがさっきね、うん、牛皮みたいな小ささのテリーヌいただいたばかりすごいよねこのなんかね、ドッカーンとして外国のサイズっていう感じなんですけど、大きいことはいいことだみたいな、いいこといいこと、稲葉の物置100人乗っても壊れないから、ね、とんでもないです、はい、でね、あのこのミルフィーユなんですけど、うん、まあ、平野さんパイ好きだということで、100回記念でね私からお送りしますっていう感じなんですけど、おもてなしっていう感じなんですけどあのミルフィーユね、これなんか最近美味しいミルフィーユないかなとかって言って、うん、で友達とあのセザンってレストラン、はいはいはい、存じ上げ存じ上げね、なんとアジアズ50ベストラの今年の2023年で、うんうん、アジア第2位に輝いたという、すごない、アジア第2位さんです、第2位さんです、もうねコンペですごいね、上位の人たちばっかり出てきます、うん、ね、今日は、ね、はい、ミルフィーユなんです。でそのセザンで、うん、あの友達とご飯を食べながらずっとミルフィーユの話をしてたっていう、いいね、ご飯を食べながらご飯の話をするそ, う そ, う そ, う、それが食いしん坊のあるべき姿、そうで、なんかどこのミルフィーユが美味しいんだみたいな話をしてたら、うん、なんかその見かねてですね、うん、あのホールのね若い女の子が、うんうんうん、あのフレデリック・カッセルのミルフィーユ召し上がったことありますかっておっしゃって、店の人が紹介する店はマジでいい店、そうそうでなんかその彼女は福岡出身らしいんだけど、うん、あの私ね福岡に帰るときに日本橋三越で、うん、あ日本橋三越じゃない、ごめんなさい、銀座三越ですね、うんうん、あのフレデリック・カッセルのミルフィーユをもう何個も買って実家に持って帰るんですとか、ね、全力輸送に向いてないけど大丈夫、向いてないね、生菓子ですけどっていう感じすごいね、そうそうそう、うん、でぜひ食べてみてくださいとかって言われて、うん、で食べたらすっごい美味しかったの、なんかもうこれがミルフィーユですっていう、そうなんだ、うん、我々がこう求めるミルフィーユの味がここにあったっていう、ミルフィーユの概念、そうそうそう、で、あの、まあ、食べてすごい美味しかったっていうので、でこのね、あの左上にあの、うん、なんていうかな、お店のねちっちゃいこういうカードが乗っかってるんですけど、うん、天使の絵が書いてありますよね、すごい、なんか天使がさでかいケーキを持って筋トレしてるよ、めっちゃ可愛いでしょ、うん、めっちゃ可愛い、でねこれなんで天使かっていうと、うん、フレデリック・カッセル様はですね、うん、あの僕はお菓子の天使だからって言ってる、ねえ鶴見じゃん、そう、ね、鶴見かカッセルじゃん、そう、でご自身が描いた絵なんですって、うん、うまくない、めっちゃ上手なんですよ、米津玄師レベルでうまいね、米津玄師レベルでうまい、もうね天は荷物を与えるんですよね、そうで、あの、まあ、こういったのも可愛いし、うん、あの我々の好きなですねピエール・エルメ師匠のもとで、うん、はい、修行されたあのフレデリック・カッセル様ですね、そこ連綿とね、うんうん、ミルフィーユ食べるのって本当に難しいよね、難しいんですよ、まあ、あの倒すとね切りやすくなるんだけど、クリームがはみ出ないから、あ倒す派ね、倒す派ね、でもね、まあ、倒さなくたっていいんです、あの何が大事かっていうと、うん、あの気兼ねなく食べれる友達と食べましょうっていうことです、それな、うん、そうそう、デートで食べる食い物じゃないね、じゃないです、あとねこういうものをきれいに食べないことをねとやかく言う男と付き合うなっていうみんな聞いた、本当だよね、うん、うわ美味しそう、うわ本当にいただきます、なんかかぶりつきたいよね、本当はかぶりつきたい、でかぶりついちゃうね私、うん、かぶりついちゃう、100回記念だからかぶりついちゃうね、うん、あすごいね、いい絵ですよ、いただきます、やばい、恵方巻きみたいな、うん、うん、うーん、そうでしょ何これ、幸せ、そうなんです、うわあのさ、うん、フランス菓子の色気があるよね、あるの、
このねメリハリっていうか、うん、しっかりこうカラメリゼされて圧縮されたパイのね、うん、バリバリっていう感じと、うん、クリームのこうファファっていう柔らかな、うん、この対比、まあ、すごくシンプルだけれどもこれが全てを物語ってるなっていうね、うん、感じがします。なんかバニラの香りすごいね。すごいブワって、うん、僕ねピエール・エルメの本を中学生の時に読んだ時に、うん、こんなにバニラって使うものなんだと思って使いすぎそう、なんかちょっとやそっとじゃないんですよね。でまあなんか使うならこれぐらいっていうのが、ね、高いのにねバニラってね。で私ねこれさきこ先生がですね、アジナフク先生のね、うん、イントロで、うん、音楽のライナーノーツのようにって書いてるでしょ。あ、言っとった。で私たまにやっぱりこの食べ物を食べる時にライナーノーツ読む時があって、わかる大好き。もう絶対さ、うん、もう入ってるパンフレットとかもう一文字ももう残さず読んじゃう、ね、うん、でまあその作った方が書いたライナーノーツももちろんあるんだけど、うん、食べた誰かが書いた推薦文みたいなのもまあ、うん、そうでもちろん平野咲子の本もそのうちの一つなんだけれども、私はこの本ねミルフィーユを食べるときに、うん、パリで活躍されている料理ジャーナリストの増井千尋さんがね、うん、書いた、ミルフィーユのね文っていうのを、うん、思い出すんですよ。読んで読んで、まあ、今でも歯を沈めてパリパリっと爽やかに細かい小麦粉とバターの無数の層を軽やかに壊していく瞬間の快楽を想像して鳥肌が立つ。何十年何百回も繰り返しているのに飽きない。マヨネーズよりも偉大な発明と信じている。人間は破壊力も想像力もすごいって書いてあるんです。うわードシンとくるね。ドシンとくるよね。でこのさ鳥肌立ってんのかこの人と思って、うん、私もねそれから鳥肌立つようになって。いや超わかるよ、うん、でも本当に美味しいもの食べた時ってマジで鳥肌立つし、あと私後頭部がズンズンする、うん、あれ何なんだろう、なんかなんだよね、血がこういってんのかもね。いっちゃうのかな、グググググググってなる、泣く寸前みたいな感じで、ね、あーわかるわかる、頭がキーンってなる。そうだね、多分なんか本当にどうかしてんだろうね、うんうん、どうかしてるんでしょうね。アドレナリンがバーンって。いやでなんかやっぱりこういう文章とか、うん、味の副音声みたいな言葉っていうのがね、うん、味をこう何倍も良くしていくと思うんですよね。そうだね、うんうん、やっぱり解釈するためのこう杖というかね、うんうん、その方を前に進めるための、うん、ね、うん、補助線になってくれるのが言葉ですから、うん、はい、はい、なのでもう皆さんね、味の副音声リスナーの方は本当にこう救われてると思います、うん、私も含めて何それありがてえじゃん、うん、本当に、うん、この間味の副音声聞きながらね、うん、本当に一人でご飯食べてる時に、うんうん、お店には失礼だと思ったんですけど、うんうん、どうしてもこう寂しくって、うんうん、イヤホンで聞いてしまってたんですね。あるある、味の副音声あるよ。で聞いてたキムチチゲかなんかをね食べてたんだけど、うんうん、ずっとね鍋焼きうどんの話を平野さんがされていてもう引き裂かれてるやん。そうすごいね、頭の中がパニックになって、まあ、各食べ物に対してのこう味の副音声に作っていただきたいなと思って。確かにそうだね、キムチな、うん、キムチチゲキムチチゲを食べるための味の副音声、うん、枝豆を食べるための副音声、うん、そうそうそう、そうだね、そうなんだ、何でももう全て作りたいね、うん、あ、それちょっと人生の目標にしていきたいと思います。はい そしてね、ここで鶴見さんの持ち込み企画があるんですけど、題して100回記念お祝いケーキを作ろうです。イエーイ、パチ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 何ですかこれは一体なんかね、底辺料理人と自称しておられる平野咲子さんにですね、うん、はい、ケーキを作ってほしいなと思って。なんと死ぬ死ぬよね。でなんかショートケーキ好きそうだったので、はい、今日はまあパーツを私が作ってきましたから、組み立てるだけで、ね、一緒にやろうと。マジで？で、まあ一人でやったら、うん、なんとなくさ気分が落ちるけど、うん、確かに、そう、二人でやれば、うん、お互いのね責任にこう、そうだね、していけるじゃない。悲しみは群れで分け合う。そう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 、うん、まあそういうことをね、鶴見製菓やっていきたいので。悲しみは群れで分け合う。そうそうそう、鶴見製菓。そうそうそう、いいね。ぼやっとね。はい、さきこと、今日初めてお菓子を作りたいと思います。楽しみです。はい、
で、ショートケーキなんですけど、はい、あのパーツはね皆さんご存知の通り、スポンジケーキと生クリームと、うん、あとはシロップ、それから、まあいちごも終わりの季節だと思うんですけれども、あのいちごすごく安くなってきているので、うん、たっぷりふんだんに使って、すごいよ、うん、まあ、これ全部使うわけじゃないけど、そう、ショートケーキにしてる。すごいね、ショートケーキのパーツをさ、うん、全部一個ずつジップロックに入れてさ、うん、鶴見くん持ってきてくれたということだよ。でね、家で作るお菓子の良さっていうのは、うん、あの好きなものを好きなだけ入れられるっていうことなんですよ。本当やな。そう、いちごがね薄っぺらくて悲しい思いをしたそこのあなたはぜひ自分で作ってください。やばいよ。まずね、スポンジケーキを3枚にスライスしたので、昨日焼いてくれたそうです。ここに、はい、シロップを打っていって、シロップをこのさ、うん、シロップってさ打つって言われるのがいいよね、うん、そうなんです。なんで打つなんだろう、ね、その話したっけ。してない。したかも。なんかね、ハケを使ってシロップを染み込ませるんだけど、うん、撫でるようにね塗っていくとスポンジがこうボロボロ剥がれていっちゃうんですよ。そうなんだ、うん、なので、うん、あの本当に打つみたいにハケを使ってポン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 って染み込ませていくから、そういうことか。そういう、そうそう、シロップを打つと言います。じゃあ、いちごシロップをスポンジケーキにね、はい、打ってください。打ってみる。はい、打ってみる。で、私ね、あのハケ忘れたんですよ。なので今日はスプーンで、あの、そうそう、そんな感じで。あ、分かった分かった。全体が赤っぽく、ポンポンポンってすればいいのね。そうそうそう、かわいい黄色のスポンジが、うん、そうそう、このシロップはいちごシロップなんですか。うん、そうそう、いちごとキルシュっていうさくらんぼのねお酒と、シロップをね混ぜたものなんですけど、このキルシュってさくらんぼのお酒すごくクリームと相性がよくって、いちごとも相性がよくって、うんうん、これが入ると突然ねお菓子屋さんの味になります。やっぱちょっと大人っぽいというか、うん、そうというかね、なんか不二家みたいな。なんか具体名を出して、そうそうそう、ね、あの皆さんがいちごショートケーキと想像、あの聞いて想像するような、あ、もういいです。え、いいの、うん、結構縁とか残っちゃったけど、そうそう、これはいいんだ。いいの、まあ、いいっていうかね、つけたいだけつけたらいいんです。すごい、うん、じゃあクリームをね、はい、こうポンって今乗っけて、はい、これをちょっと広げてくれる。広げるね、うん、ありがとう。次クリームのショーです、はい、わー、真っ白なクリームを、そう、すごい真っ白なクリームが塗っていく。そう、酒屋さんみたい。酒屋さんの気分でね、うん、なんかねやっぱりね、いたこになることが大事です。そっか、そうそう、なりきる。私はフレディック・カッセルである、うん、そうそうそう、お菓子の天使である。、うん、もうそんなね感じでラフにむっちゃってよくって、すごい、これでいいの。はい、したらね、いちごを半分に切ったから、これをね好きなだけ、好きなだけっていうとあれなんですけど、よいしょ、半割りのいちごをねこんな風に円形に放射状に、かわいい。いちごのこのさ切り口が、うん、あのお尻のね切り口が外に見えるとかわいいから、うん、そうそう、ギリギリに塗っていきましょう。これあれみたい、うん、この絵を私、うん、大宮洋菓子店とかの SNS で見たことあるわ。そうでしょ、うん、そうなんです。やってる、ね、やってる。今日はあの周りにね、生クリーム塗りません。で、この不器用な人が一番嫌なのは、うん、あのショートケーキの周りを塗る、綺麗に塗るっていうことだと思うんですよ。そうそう、本当にそう。そうでしょう。あとは生クリームをお尻から食べる平野さんは、ね、このそうショートケーキを背中からね、そうそうそう、そうそう、背中からね食べる平野さんは、うん、このショートケーキのね、なんていうのかな、かわいいわ。そうそう、あの生クリームの心配しなくていい。すごいね。でもさ、完成するまでの過程がずっと可愛いって何、お前はアイドルかって感じ。すごいよね、すっぴんが可愛いアイドルですね。そうです、今日はすっぴん公開です。じゃあこれを重ねて、はい、今もう一回スポンジを、はい重ねました。じゃあここにもシロップを打ちます。あ、これはじゃあ同じことを繰り返したわけですね。そうです、はい、シロップ塗ったら、じゃあクリームもう一回。おいしそう。なんかさ、うん、夢があるね。ショートケーキっていいよね。このさ、うん、重ねてさ、どんどん大きくなっていくのもいいと思う。わかる、どんどん幸せが増えていく。そうなの、愛しいと思うものが増えていく、そんな人生でありたい。僕たちはって、ね、あゆちゃん、そうそう、幸せになるために、ね、そうだ、幸せになるためにこの旅上行くの。ほら笑顔が、そうよ、とても似合う我々ね、うん、
今ね2段目のいちごを平野さんが可愛く並べてくれてます。すごい可愛いね。で1個ねワンポイントコツをね、お伝えすると真ん中には、ね、果物を置かない方がいいです。めっちゃ私がもう何にも気にせず置いているけれどもそう置いてるけれどもそっか、うん、真ん中に果物を入れると切る時にね切りづらいんですよね。すごいね。そうそう。でね今日ねクリームにヨーグルトを混ぜたの。へえ、その心は。なんかさ家で食べるお菓子って軽く食べたい、うん、デザートとケーキの間みたいなことをしたくてね。めっちゃいいね。そう、なんかケーキ屋さんのお菓子って結構その持ち帰らないといけないから、うん、ちょっとこう重ために作ったりするんだけど、うん、でも今日はねラフに行きましょう。へえ。こんな感じ。そう。かわいい。いいんじゃないこういうラフさが。めっちゃかわいい。ね、で、皆さんアラザンって知ってる？アラザン。銀色のねジンタンみたいなこのお砂糖の、ものなんですけども。めっちゃかわいいよね。こういうのってさ。うん、子供の時よく使ったけど、うん、大人になってからね店にもあんまりアラザンかかってるお菓子って売ってないし、でもそうで今日はねアラザンを買ってきましたから嬉しい。これをね好きなだけ散りばめてください。いいの、うん、やってちょうだい。やっていくね。はい、なんかフィーって感じでいい。そうそういいの。あ、めちゃ可愛いじゃん。めっちゃ可愛いじゃんね。天才。すごい。なんか平野さん、うん、経験になれるんじゃない？ね、勘違いはなはなしい。こんだけもう全身全霊サポートしてもらってるのに、もういいですっていう、もういいですって師匠の止めが入りました。109みたいになってきちゃったから。なってきた。なってきた。なればなるほど嬉しい。ギャル。じゃあいちごをね、なんか5個ぐらいここにさ、周りに並べよう。めっちゃ難しい。真ん中はさこのキャンドルをさ刺すかな。そうだよね、うん、ここも並べていいの。まあ、別に1個でもいいよ。いいの、正解とかないから。ここに並べるのはそれもいいよ。いいよ。そうしよう。あのね何でもありなんです。家でやるんだったら。じゃあちょっと上に出せないで、うん、下に添えます、うん、添えてね、そうそう、よくわかんない。そういうのもいいです。なんか可愛いじゃん。可愛いじゃん。すごいなんか独創的よ。はい、褒めて伸ばす。褒めて伸ばすつるみくん。わあ、100のキャンドルつるみくんが買ってきてくれました。はい、じゃじゃーん。できました。おめでとうございます。ありがとうございます。上手。かわいいじゃん。すごい可愛いよ。かわいいじゃん。すごい可愛いケーキできた。ね、パティシエ平野咲子が爆誕しました。アジナ副音声ボイスオブフード。はい、というわけで今回は100回記念の前編としてパティシエの鶴見隆さんと一緒にケーキを頬張りながらお届けしましたが、鶴見くんありがとうございました。ありがとうございました。もうケーキ作るの楽しすぎた。よかった。食べたぐらいのね満足感。本当にまだ食べてないんだけどさ。本当に食べたぐらい楽しかったし美味しかったし、うん、あ、美味しくなかった、まだ食べてないから、うん、まだ食べてないよ。いや本当にありがとうございます。ありがとうございます。次回も、はい、引き続きケーキを頬張ったり飲んだり甘いものの話をしたり、はい、鶴見くんのお仕事の話もいろいろ聞きたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして引き続き味のフレンズたちの好きな食べ物のメッセージも募集中です。好きなケーキもよかったら教えてください。どんなところが好きなのか、いつ食べるのがおすすめなのか、エピソードとともに送っていただけたら嬉しいです。メッセージを紹介された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージは味の副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。そして味の副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届ける味の副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あー、お腹すいた。